演歌3番893番フレキ太郎です。本日のお話はヤクザが女に手を挙げるのか手を出すのか、要は女性に暴力を使うのか使わないのかという話なんですね。まあ私の経験でいきますと、ないとは言わないです。このお話はまともな組長の時代ですね。まともな組長だから私もまだ20代前半だったと思います。あることが縁で組長が店をやること、お店スナックをやることになったんです。というのは本来はそのスナックを営業するっていうことじゃなく、田舎の方だと道路沿いに下が店舗、上が住めるっていうような、そういう2階の店舗っていうのよくありましたよね。で前が駐車場で喫茶店だったり居酒屋だったり、まあそんな中でオーナーさんがもう年齢もいってるんでやらないよっていうような、でもまあそのまま家賃だけ払ってくれればいいよって組長さんのとこならっていうことで、店をやってる体で2階を麻雀を、博打場ですよね、簡易的な、そういうことにしようと。で店をやってる営業時間中に客がそっから入ってる形にして上に上げて営業するというスタイルですね。だからスナックがや、ま、儲かろうが儲かる前がいいわけです。でじゃあそれじゃあ一応形だけでも女性がいるっていうことで、まあ柱か代行の知り合いの女の人をママみたいな形で雇うようなことにしたわけです。で当然住んでてもいいよと、2階でね。だから麻雀で毎日毎日その番旅じゃないんで、大きい麻雀を週末にっていうことなんで、平日は別に使わないんで、という条件で、ただもう男性は入れないということで、まあ格安の条件で使わせてもらうということになったわけですわ。で、まあそれが大きいその麻雀が始まるっていうことで、たまたまじゃあ組長も前を通った時、お、一回ちょっと店見てみるかって行ったことないもんですから、そうなってからですね。で、自分も行って、当然開け、まあ、入ってって、ああ、ちゃんとやってますね。やってるかっていう感じで、ああ、じゃあ上も、上を見ることもなく、下じゃあ一応形は店ができるような状態になってるなっていうことで、確認してその女性と挨拶して帰った時、私は運転してるわけですよ。で、駐車場を出て、まあ、進行方向に向きを変えた時に、待てっていうわけですよ、親父が。2階に窓があるところに、人影が映ると。映ったと。あれ男だと。もう、そういうことはすぐわかる人ね。男が二人いる。戻れって。親父は、そのドアを開けた、で走ってこいで、自分は車をもう一回道路から戻して、行ったところに行ったら、もう、一人の男は捕まって、もう、悲惨な状態になりかけてる。もう自分がもう止めて、もう止めて、いや、親さん、ちょっと待ってください。もう親父はもう激怒してるんだよ。こらーって、どういうことだってなるわけじゃないですか。そしたらその女の子ももう、びっくりしちゃって、要は、友達なり知り合いを連れ込んで、出たわけですよ。でもうそのまま靴も脱がずに2階まで上がってるところに行ったら、食べたり飲んだりがもう散乱してるわけですよね。うわーと思いましたよ、自分もうすぐこれまずいと。親さん、ここはもうひとまず自分がこっち処理しますんでって言っても、まだその時はこの女の人含めて4人、あと3人の女の子と女性と男が1人だけなんですよ。そこで言って、もうこれはもう親さんあれしましょう。いや、でもこんなもんお前、これどういうことだって、勝手に入ったんかって。親さんが、あ、さすがに頭のいい人だなと思って、これなんだ勝手に入っとるんかって。知り合いかじゃなくて、もうこれ勝手に入ったか、わしの店やぞこれ、お前らは盗っとかと、こう形を持っていくわけですよ。でもう、向こうも違います。私の友達だとも言えないわけですよ。男は自分が捕まえて、女の子なんて、ここどういう風になったと思いますか？その知ってる女性には、それは当然、もう無視して、その3人を髪の毛を全部一つにくくっちゃったんですよ。3人の髪、2人だったら、あ、これね、びっくりしました。3人の長いんですよ、髪の毛がみんなね。長いのを一つで、もう、要するに頭がひっついてる、ギュッてしまったらもう動けないんですよね。バッて言って、引っ張れば2人だけだったらどうか、それは抜けるってこともあるけど、3人だともう本当に頭ひっついたまんま、もうそこに座るしかないんですよ。そりゃ、強引に引っ張れば抜けるだろうけど、そんなことやっぱりやれないですよね。ほな、もうお前どうするんだって言って、てもうすぐに頭に、そこに電話はありますから電話して事務所に電話して、みんな来てくれって言って、みんなバン大集結させて、もうその時点で来た時点でもう親さんはもう出てくださいって言って、もう頭とバトンタッチして、親さんだけ事務所に戻して、で自分が戻るような形したら、親父はもう一人いる、男がもう一人いるっていうわけですよ。でも自分らが見た時には男は一人しかいないし、自分も見てないんで、親さんが間違うわけがないし、こんな
ミスするような人じゃないから、でもいるって言い張ってる以上もうみんな山狩りじゃないけどみんな組員総出で、そう他に逃げたんだっていうことで外も探す風にして2時間ぐらい探してもやっぱりいないわけですよ。でそうしてる間にその女の子はもう自分と頭で自分が行って頭ととにかくここから離さないかんって言って頭の車の後ろに3人もう、まあその時は髪の毛はさすがにほどいてましたね、自分が行った時には。もう逃げれなく、もう観念したみたいですよ、それは。どうやってほどいたか、それはあれなんだけど、切ったかどうか知りませんけどね。ね、結局泥棒じゃないなっていうことだったら、もうこれどうするんだって言って、頭の車の後ろに乗す。で、男は、申し訳ないけど、頭の車のトランクに入って。そのまま。で、私が運転して、頭が助手席で。だから、ここが難しいですよ。どうするっていう風にして、まあ、ちょっと出て車で、頭どうしますか？いや、親父はもう埋めてこいって言ってる。埋めれないわな、これっていう。でも、これはそんなこと本当にしちゃいかんやつだし、どうにもいかんし、もう、それにしては数が多いし、やっぱ、どこまで行っても仇なんでっていうこともあるし、見りゃまだね、20代前半ぐらいで、みんな、若いんですよ。で、もうこれ喋るか喋らないかっていうことなんじゃないですか、正直言うと。もうこのまま解放して喋られたらっていうことがあるんで、これはね、本当私出たり入ったりしてるのを分かってて、3人の女の子たちはフードをかぶせて見るなって言って出るんですよ。見ようと思ったら見れると思いますよ。そんなの別に手錠とかなんかしてるわけじゃないんで。もう上から服、なんちゅうのかな。服かなんか被せて見るなって言ってるんで。で、頭、電話がありますから、ピーピーピーって、そう、ベルをわざとなさらして、電話ですみたいなさして、二人が出てる状態を車からバンバンって出て、私だけ車に いたんですよ。いう格好にして、一回そういうことを出てる間、頭ちょっと自分が考えがあるんでって言って、要は、車の出た音で、中にいるかいないかってわかるじゃないですか。自分が出た形して自分だけ車のところに運転席にいる形にしたんですよ。そしたらその女の子たち、もうだいぶすいませんすいませんって言ったの。その女の子がしくじったなーって、えらいことになったなー。でトランクの男はビー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 泣いて、助けてください、あんたねもっとしっかりしなさいよ、こんなこと私がなんとかするからってね、こんな泣いてたらどうにもなんないんだから私は話するからって。びっくりして自分、すげえなこの子と思って、あ、これならこんだけ言ってるならこの子とちゃんと話をすればできる、わかるかもしれないと思って、で自分がバーンと開けて、で頭も乗せて乗って、あ、頭どうだったんですか事務所、おー、これなー、まあ親父は言ってるけどって言って、あ、ちょっと降りてくださいって言って、もう一回本当に降りて、頭今この女の子すごいしっかりしてますよって、多分きちんと話せばそれは殺に行くことはないんで、でも男はわからないって言ったんですよ。でもここの男とこの女の子はどうも付き合ってる感じがあるんで、これね、今だったら無理だったけど、そういう話を自分が一回親父のとこに戻って、これこれこうでこういう理由ですって言ったら、そうか、じゃあ女の子はうまく解放しろと、男の方はこうしろって言ったんです。まず女の子ときちんと話して、もうこれはもういいと、こっちも問題にしないし何もしないから、なかったことにしてもう二度と近寄るなと。ただ男と一緒に返すわけにはいかんと。だけども男はちゃんときちんと返すからなと。でもこのまま男が警察に殺に行くようだったらもうその後は知らんからなっていう形を言っとけ。で女の子たちはそのまま解放、男だけは、男の子一人はトランクに入れたまま、車、本人の車を広い駐車場、公園の駐車場に持ってきて、その目の前で解放しろ、でそのまま走ろ、でっていうことが首長の指示なんです。でほっとする、で車に乗る、キーもついてる、全部身の回りもある、で出る、そして出てほっとしたところでベタ付けで後ろからもうボエッと、要は殺に、警察に行こうと思ったら取り押さえろ、もう警察署を通り過ぎたんならもうそのままにしろ、つまりやっぱもうついてるの分かってて、警察のとこを通り過ぎた時点でもう見張ってるぞっていう圧を与えようっていうわけですよ。警察署に行ったらそのまま捕まえてこいということなんです。はあ、なるほどな、心理戦なんだ。やっぱりそれは警察に行かなかったその子たち。まあ行ったところでこっちから言えば食べ物食べて勝手に居住してもね、その女の子が入っていいよって言ったら勝手に入ったっていうことじゃないんでね、泥棒とは言えないですよ、正直。だけども、まずいはまずいんで、でもそんな理由じゃないですよね、それは。ねえ、こっからがもう一つなんですよ。親父はもう一人いるって言ってるわけですよ。で、みんな出払ってる中で、その女の子、当人の女の子と、を知ってる人間にもう一人いただろうって聞けって言って、若い衆で知ってる人間が行って、どこに行ったんだった、組長自体が間違えるわけない。目の錯覚っていうわけにもいかないし、逃げたなら探せってなるからって。言って、どこにいたと思います皆様。クイズじゃないですけど。あのね、普通に布団が敷いてあったんですよ、そこに。
その布団の中に普通にかぶって寝てたんですよ。だからその女の子が本当に絶対そのどうもそっちの男が彼氏だったんですよ。だからとっさに彼氏だけかぶしたのを布団の中に入れてるわけですよ。ここにいるって言ったらその組員がパッとめくって本当にそれは縮こまっているわけですよ。延べねもうそこに行くまで4時間ぐらいかかってるんですよ。だからそこでみんなが行って親父がそうやって髪の毛縛り付けてまあ2間ぐらいあるわけじゃないですか。それあの狭いと言ったってその寝室のところにパッと開けてみりゃいないんでまさか布団の中に隠れてるって発想がないんですよ。でその人間も見て頭のところどうしましょういましたけどっていやこれ自分も頭もかどうするこれ今おったって言ったらこれ今もうその解放しちゃった後ですよ。今出てこられてもこれって話なんでもう本当にもう二人で逃げてくれともうこれ逃げるっていうかもうこっから対価はして二人でもう何にも不問にするからねこの女の子も下手打ったっていうことでもう全てのことあれしてもうやめるっていうか絶対に言いませんのでっていうことを念を押してもうその二人でこの町からいなくさせるしかないじゃないですかそんなの。これをね見るとねあの私もいろんな場面見てきましたけどどっちも女性のがね腹が据わってるんですよ。ここに至ってはその男同士なんてもう一人は縮こまって一人はもうトランクの中でビービー泣いてる言ってた時はいやでもここ来てもっていやそんなヤクザなんて俺たち怖くねえからよ来たらやってやるからよみたいな言ってたらしいですけどそんなの微塵もないですね微塵のかけらもないと。まあねこれ一歩間違ったらね大変なことになって私ねあの今シャバじゃいられないですよねもうだからもうあんまりね、でも今でこそね、うまく喋れますから、こんなネタ最初からね、喋れないです。もうこうなってくるとちゃんとね、なんか面白いエンタメのように話せますけど、いやね、今思い起こすとね、そりゃね、どっちもどっちですよ。何にもこれ着地点がない話なんで、一応ね、そんな恐ろしい。ヤクザが女性に手を出すけど、女性も強いぞというお話でした。以上です。